こんにちは、料理家の木島隆太です。俺実は茶碗蒸しって具がいらないと思ってるのよ。具なしの茶碗蒸しってなんかね、もうスープ感覚で食べれて、やっぱ冬食べると美味しいの。もう簡単にできるので、ぜひ具なし茶碗蒸しチャレンジしてみてください。材料今日もね、今日も京都で超シンプルですよ。卵2個、そしてお塩、あと出汁になるもの。今日はカツオと昆布で取った出汁を使ってますけど、顆粒出汁だって全然構わない。顆粒出汁使う場合はお塩の量が変わるので、そこだけ要チェック。早速卵から溶いていきます。さあ、まず卵ね。今日は2人分で、あ、いや、すんごい変な卵の割り方しちゃった。今日は卵2人分で2個使います。とにかく茶碗蒸し作るときは、この白身がしっかり切れてないと滑らかにいかないので、まずは白身をしっかり切ってください。こう持ち上げて切っていく。白身がもう持ち上がらないぐらい溶けてきたら、ここで混ぜていきます。とにかく白身と黄身をしっかり混ぜていきます。泡立て器でもいいんだけど、泡立て器だと泡立っちゃうんだよね。なるべく泡は立てたくないので、菜箸でとにかく丁寧にやるのがいいと思う。もうね、めんどくさいのここだけだから。ここっつっても卵溶くだけだからね、勘弁してくださいよ。で、ここにだしと塩を入れていきます。まあ、さっきも言ったけど、今日はカツオと昆布で取っただしで、これを冷ましてね、しっかり冷ましてから混ぜていきます。卵2個に対して 300ml の水分を入れる。はい。で、お塩、無味のだしを使うんだったら小さじ1/4杯。これ顆粒だしを使う場合だと、例えば、あ、もう何でもいいんだよ、鶏ガラスープでもいいんだけど、 300ml のお水に対してだいたい小さじ3杯の、鶏ガラスープの素が入る。そうすると塩分的に塩小さじ1/4とほぼ同じぐらいになるので、まあ塩を足さなくていい。なので、その顆粒だしの塩分によってかなり変わってくるっていうことですよ。はい、ここでちょっと舐めてみて、スープとしてはこんな感じのスープの味いいよねっていうぐらいの塩分にしてもらえるといいと思います。で、余裕がある方はこれを一回ザルでこすとより滑らかになるんだけど、今日はとにかく手軽にしていきたいので、もう俺は ザルでこしません。これで OK、 卵液ができました。ではこれを容器に分けて蒸していきます。これが今日のちょいコツポイント。容器をそのままフライパンに並べて火にかける、地獄蒸しっていうやり方でやっていきます。蒸し器がなくてもできるし、とにかく超手軽にできるのよ。ではまずその容器選びのところの話からします。フライパンに容器ね、この容器を直接並べて蓋をして火にかけていくので、このね、蓋が閉まる高さの容器を必ず選んでほしいの。普通の茶碗蒸しの容器よりもう少し小鉢っぽい立ち上がりの浅いやつの方がこのやり方やりやすいです。ここに今の茶碗蒸しの汁を入れていきます。はい、ではこれを蒸していきます。さあ、フライパン、今日26センチのフライパン使います。この地獄蒸しをやるとき、下に厚手のペーパータオルを敷いておくと、この器がガタガタ言わなくてストレスなくできる。ペーパーを置いて、その上に、容器を並べます。ここに水を入れていきます。容器のまあ、半分ぐらいの高さになるまで入れていきましょう。これで火をつけます。まずはこの中に入れたお水がボコボコ煮立つまで火にかけていきましょう。で、今日はこのフライパンでやってるけど、別に鍋だって構わないんだ。鍋でしっかり合う蓋がある鍋だったら全然いいんだけど、フライパンのメリット何かっていうと、取り出すのが楽なのね。これね、熱い容器を深い鍋から取り出すってね、すんげー怖いの、熱いし。なので僕はフライパンがおすすめだけど、まあ、鍋でやりたい方は鍋でやっても全然大丈夫。さあ、お湯がボコボコ沸いてきました。そうしたらここで蓋をします。で、蓋をしたらなるべく弱火にして、このまま、5分から8分。これもね、容器の厚みとかによってかなり違うので、まあ5分ぐらい経ったら一回様子見てみるみたいな感じでやってみましょう。蒸し上がりのタイミングは後で説明します。7分経ちました。ちょっと開けてみます。おお、いいんじゃない。で、
触ってみてこうやって動かすとほらもう固まってる感じわかりますよね。表面がこうプルプル動いてるってことは表面は固まってるってことなんですよね。ね。でただ中まで固まってるどうかはわかんないのでここで竹串をスッと刺す。で引っ張ってちょっとここにさなんかついてるんですよ。ついてるってことは中がまだちょっと生っぽいっていうことなんです。でもこれ以上火かけると酢が入りやすくなるので今日はここで一回蓋をして一瞬だけ火強めてフライパン自体を熱くしてこれで火止めます。このまま少し置いて余熱で中まで火を通す。さあ5分蒸しました。開けてみます。せーのパカーンと、うふい、揺らしてみるとほらさっきより明らかに固まってる感じするよ。ちょっとこれで竹串を刺してみます。あ、刺さってる刺さってる下まで刺さってる。うん、何もついてこない、何もついてこないし、ちょっとね下から透明な水分すら出てきてます。ってことはこれにても蒸し上がりということです。もしこれで今刺してみてそれでもまだなんつうの中が固まってないようだったらもう一回蓋をしてもう少し蒸らす、もう少し火かける、またちょっと火止めて蒸らしてみるみたいな風にやってみるといいと思います。これ本当にね食器によって変わるのでまずは家で食器、家の食器でやってみて、でこれだったら何分ぐらいできるっていうのをうまくね探してみるのが大事かと思います。というわけで出来上がり。お疲れ様でした。さあこれ多分死ぬほど暑いんだぜ、知ってるけど俺、ほらプルンプルンじゃん、全く酢も入ってないしさ。いただきます。あうまいね。いやー美味しいですよ。具を入れてないからダイレクトに卵と出汁の味なんですね。これが俺は好き。なんで具を入れないかっていうと、具が入るとさ具から水分が出てなんか緩んじゃったりとか、あと結構椎茸とかキノコの匂いがすごい強くなっちゃって茶碗蒸し自体の味が分かんなくなってくる、なので僕はもう茶碗蒸しは具なしでそのものを食べるっていう料理かと私は思っております。でもし具を入れたいっていう人は例えばキノコ類だったら先にレンチンしちゃって、汁はレンチンして出た汁は出汁と混ぜる、で火通した具を中に入れて茶蒸しにする。そうするとねまあうまくいくかなと思う。あとは俺もこう出来上がったところになんか別のなんか蒸した具とかさなんか分かんないけど乗っけたり、この間これイクラの醤油漬け作ってこれ乗っけて食べたんだけどちょっとなんかもう申し訳ない味って感じ、なんか罰当たりって感じの美味しい味でした、おすすめ。ぜひこの具なし茶蒸しで本当すぐできて汁物感覚、味噌汁の代わりとかに作るとさまたこの秋冬の生活が楽しくなると思うのでぜひ気楽に作ってみてください。チャンネル登録コメントグッドボタンお待ちしております。作ってくれたよっていう方はぜひ SNS に載っけてください。よろしくお願いします。というわけでまた会いましょう。さよなら。